新ニーサ後配当株についても、ご相談いただいてますね。あと新ニーサ自体がどうなるのかと、あと、まあ、動画で学びたいとかですね、あと新ニーサのデメリット知りたいという声もありますね。まあデメリットとか後配当株についてはですね、LINE をいただければ細かいですね解説動画をお送りしますので、まずそちらを見ていただきたいかなというふうに思うんですけれども、まあ、動画で学べるものもあるんですが、結構ですね、適当な解説をしているものもあるので、そこをちょっと気をつけていただきたいなと。で、まあ、新ニーサについてはですね、まあ、投資家にとってはメリットの方が大きいかなというふうに思います。で、まあ、かなり改善されて、まあ、意見もかなり取り入れたようで、改善されているというふうに聞いています。ですので、まあ、インデックス投資、SP500 とか、